香港の格安航空会社香港エクスプレスによりますと、運航を再開するのは香港と那覇を結ぶ便の1日1往復で、日曜、月曜、水曜、金曜の週4日運航予定だということです。香港と那覇を結ぶ便の運航はおととし3月以来で、およそ2年7ヶ月ぶりの再開となります。新型コロナの感染拡大前、香港エクスプレスは那覇の他にも石垣島、下地島と香港を結ぶ便の運航していましたが、今回再開するのは那覇を結ぶ便のみとなります。沖縄観光コンベンションビューローは、添乗員なしのパッケージ旅行が可能になるなど、日本の水際対策も徐々に緩和されてきている。香港からの訪日観光客のリピート率は 87.7% と高く、今後に期待ができるとしています。香港エクスプレスの香港と那覇を結ぶ便は来月16日に再開します。